消滅都市ゼロ雪役の花澤香菜です。そしてサイコパス常森茜役の花澤香菜です。2人を演じるということは、なんと消滅都市とサイコパスのコラボが実現しました。やった。なんということだと思いました。私にとって本当に関わりの深い、作品2つ、ゆきちゃんもあかねちゃんもそれぞれ本当に大事な、私にとって大事なキャラクターなので、その2人がコラボできるっていうことがまずなんということだ、とても嬉しいと思いました。あかねちゃんとゆきちゃんが2人でずっと掛け合ってるみたいなシーンがあって、正直ですね、2人の声のトーンってすごく似てるんですね。なのでもしどちらかの作品を見たことがない人が、プレイしたとしても、ちゃんとゆきちゃんだ、あかねちゃんだっていうのを認識できるようにしなきゃいけないっていう責任感もあって、なんだかとっても、緊張しましたね。耳で聞いて分かるようにっていうのは、意識してやってましたね、はい。やっぱあかねちゃんは人に対して個人的な感情とか抜きで、やっぱりこう平等にまっすぐに自分の心を開いて接するっていうところが本当に素敵だなと思うし、その中でもやっぱなんだろう、ずっと冷静なんですよね。なので本当にいろんな経験をしてきて、人格的に成熟した女の子だなっていうのは、そうですね、思いますね。でゆきちゃんの場合は、守りたいもののためならこう自分のこう身を投げ打ってでも助けたり守ったりしたいっていう本当に強さを持った女の子で、そこが魅力的だなと思うし、あかねちゃんと比べると結構、感情的になるシーンが多くて、こうより多分人間らしさが、ある女の子だと思います。ゆきちゃんとあかねちゃんがぶつかり合うシーンがあって、潜在違反、規定値を超えただけで取り締まられるなんて。重要なのは私たち一人一人が法を守ること。それぞれの正義があってのことなので、それぞれの世界を知ってる人はより楽しめるような心のぶつかり合いになってると思うので、そこは注目してほしいなと思います。想像もしてなかったコラボだったので、とても楽しみにしてらっしゃる方多いと思いますが、それにしてもキャラクターがたくさん出てきてびっくりしました。どちらも私は大好きなので、なんかあのキャラとあのキャラが喋ってる、何この世界っていうワクワクがたくさん詰まった、ものになっていて、でしかもこの世界観も無理のない感じでこう融合しているので、ぜひそこら辺も注目していただけたらと思います。お楽しみに。消滅都市ゼロとサイコパスのコラボ、ぜひ皆さん楽しみにしていてくださいませ。消滅都市ゼロ雪役の花澤香菜、そしてサイコパス常森茜役の花澤香菜でした。バイバイ。